はい、皆さんこんにちは聞ここえてますでしょうか、はいえー、とこちらの私たちのセッションにおきましては、s l a クの導入と設計運用の変遷、組織の文化、風土に合わせた導入手法とはと題しまして、私、s l a ク j a p a n の藤原と、バンダイナムコスタジオの磯部さんですね、2名であの発表させていただきます60分。60分間のすごく短い時間ではありますけれども、お付き合いいただけますと幸いです。 それでは早速始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。では、私よりまずはえっ、ー、と冒頭20分ほどお話しさせていただきまして、そこから今度はえっ、ー、と磯部さんの方にバトンタッチをさせていただく形になります。よいしょ では改めまして、あの私たちあの本日のスピーカーになりますけれども、Slack の,の中で今、ビジネスグロースというあの部署によります、えー、と藤原と申しますと、あと冒頭であの自己紹介いただきましたし、この後あのセッションの方でも自己紹介頂戴します、あのバンダイナムコスタジオの磯部さんです。はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> で私は脇役ですので主役はあの磯部さんですのであのできる限り早いタイミングであの私からも磯部さんにバトンタッチしようと思いますで流れとしましてはあのスラックに関してあの今昔あとは今どういった形で皆様活用されているかについて少しだけお話をさせていただいてでその後に今度はあの磯部さんの方にバトンタッチいたしまして具体的にこう今度はバンダイナムコスタジオさんの中であのスラック導入はどのような変遷を経てあの今 っ、えー、ってきてききいいいらっしゃるのかっていうのかとうをお話しいただきますで最後の20分につきましては、今度はあのディスカッションという形なんですけれども、13時50分ぐらいになりましたら、えー、とあごめんなさい、14時10分ぐらいになりましたら、 また、ライブチャットのところで少しご質問を頂戴しながらあの生々しいお話を今度は磯部さんにお伺いしようと思っております。で、あの私たちからの,その持ち帰っていただきたいメインのメッセージは、ネリンにカチッとしなくても、組織の中でスムーズに活用されますというのを持ち帰っていただけますと幸いです。はい、では簡単にですけれども、スラック今昔と。 お話しさせていただければと思うんですけどももともとのスラックのスチュアート・バターフィールドあのスラックのコーファウンダーのスチュアート・バターフィールドとあとはあのコ,ーフコーファウンダーのカル・ヘンダーソンもともとゲーム作っておりました。 であのこちらはあの一番初めに使えれた2002年に作られましたあのゲームネバーエンディングというものになるんですけれどもあの場所を移って移った場所にいるバーチャルの中の方々と、ま、物を交換したりとかあとは、えっと、その中でコミュニケーションを取るといったようなことができる、ま、MMO を作っておったんですけれども初めの初めはそういった形であのゲームを作っていたというのをお伝えさせていただきたかったです。であの2年前にあのカルヘンダーソンにどれぐらい使っている あの遊んでる人たちいたのって聞いたところによるとあの、そこまであの多くなかったというようなお話もあって、ちょっと具体的な数字はお伝えできないんですけれども、あ,のあまりうまくはこうユーザーとしてはこうどんどん広がっていくことはできなかったんですけれども、こちらにあったその人と人とがこうすれ違って、コミュニケーションを取る中でもっとその画像も含めた写真を共有できたらいいんじゃないかなというようなアイデアもあって、その後に今度は2004年にフリッカーが作られました。 でフリッカーは皆さんもあの使われたことおありの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、あの写真をあの、まあ、ソーシャルネットワークですね、えっと、写真を共有してあの知らない方が、まあ、バーチャルの方々,方々であのどんどんつながっていくような世界でしたけれども、こちらを今度はヤフーさんにあの売却いたしまして、まあ、その後っ、えーえー、と a ヤフーさんの中で一つの事業部としてはやっておったんですけれども、もう一回あのゲームを作りたいというような背景もございまして、えっと、今度は あのタイニースペックという会社をまた改めて作りましてタイニースペックにおいて今度はあのグリッチというあのこれもまた MMO を作られました。 ここもまたご縁かなと思ったのがあンデイナムコの塊魂ですかねを作られた高橋さんが実はこちらの開発には携わっていたというところもあってそこも一つご縁かなというところではありました実は拠点はバンクーバーだったんですけれどもバンクーバー以外にも拠点が複数ありましてその間でのコミュニケーションをよりスムーズに快適にすごくコラボラティブにするために今度は えっとスラックというものを作ったというのが元の元の背景になります2014年の2月にあのスラックがあのリリースされたんですけれども一番初めはあの開発者の皆様があのアプリとの連携も含めてですねあのあの便利に快適に使っていただいたところがあのそこからこう徐々に徐々にあの 北米だけでなく世界に広がっていったのが始まりになるんですけれどもそこから今度は、えっと、3年ほど経過しましてもう,もうすでに3年ほど前に、えっと、2017年におきましてはあの世界で3番目にこうユーザーさんが多い国が日本だったんですけれどもあのフランス語やドイツ語やスペイン語の言語がリリースされた後に、もにすぐにこう日本語が11月にリリースされましてさらにこう使っていただくような方々が増えてきたのではないかなと思います。 業界におきましては、あの私たちの温度の、えー、メディアからここは引っ張ってきてるんですけれども、あの各社様にあの少しこう取材をさせていただいて、どのように活用されているかについてお話しさせていただくような機会もございましたし、あとはですね、あの実はの。 GDC の会場がすごく私たちスラックの本社が近くてですね、サンフランシスコのダウンタウンに私たちも本社を構えておりまして、あのここの Google マップの通り、歩いて9分、た分ん5分ぐらいで全然行ける距離でして、あの各社様、日本のお客様をあの私たちの本社にあの遊びに来ていただいてあの、AWS さんにも来ていただいてですね。 あのスラックがこう AWS をどう使ってるかについて少しこう私たちの,あのエンジニアリングチームからもあの共有させていただいたようなまあそんな機会とかも作らせていただきましたで今あの2017年の11月に日本語化されてそこから2018年にこうスラックジャパンの会社としてこう立ち上がってで今あの2019年には今度はオフィスを作ってですねあのそのオフィスにあの皆様 お呼びして実際にご利用頂戴しているお客様にどうやって使っているか発表いただいたりするようなすごくカジュアルな回答もここ2年間で開かせていただいたりもしておりまして各社様にはいろんなそのナレッジを今日いただいて本当に大変感謝しております。ありがとうございます。トレンドといたしましては えと大きく分けて3つありまして、1つはあのスラックコネクトです。すでにあのご利用頂戴している方々もいらっしゃると思うんですけれども、あの他の組織とあのスラックのチャンネルを介してコミュニケーションを取ることができるようになっています。でそれが今、20組織とつながることができますので、今までこう1対1だったんですけれども、1対他でコミュニケーションを取ることができるので、皆様、さまざまな属性の方々があのつながることもできる。 かつそこで仕事をしていただくようなこともできるそん,な流れそんな形でスラックであのコミュニケーションお仕事をしやすくなってきてるんじゃないかなというのが一つ目です。でもう一つあの少しだけ共有をさせていただきますとまず一つ目これはのハドルと言いましてあのまだリリースされてあの今徐々にこう 展開されているところではあるんですけれども、あのボイスのコミュニケーションも今できるようになってきております。で、これができ。ますと。とチャットベースのコミュニケーションとあとはまあ何であの同期型のあのビデオコミュニケーションのちょちょうどあんばいのいいコミュニケーションみたいなところもできるようになってきましたので、あのハドルってこう？アメフトで言う。なか作戦会議のような意味合いというのには聞いてるんですけれども、あの何でしょう？ちょっとした会話をここで行ったりとか。もしくはあの？ えと何でしょうすごくカジュアルな会話もしくはこう開きっぱなりしでずっとあの音が聞こえるような状態にするでも、まあ、どんな使い方さまざまな使い方ありますけれどもこちらご,ご活用でいただけるようになってきているのとあともう一つはあの早ければ今年いっぱいぐらいかなというところなんですけれども今度は同期型ではなく今度非同期型の あのビデオコミュニケーションもこれからできるようになってまいりますので、これができるとまたそのリモートでお仕事する機会も増えていらっしゃるかなと思いますので、その中であんばいのいいコミュニケーション、コミュニケーションをまた最適化することもこれからできるようになってまいります。で3つ目の,あのトレンドと 言いますでにやられていらっしゃる方々は多々いらっしゃると思うんですけれども、こうチャットオプスの世界であのスラックをお使いいただく、ですので、まあ、できる限り他のツールにこう移らずともですねあの、プルもプッシュもですね、スラック上で行いながらあのコミュニケーションを取りつつ、かつあの仕事ができるようになっているというのが実際でありました。でこちらの、ま、例は何,でしょうあ何かをこうデプロイするような あの例でになりますけれども、決してここでいうサークル CI のような CI、CD ツールだけでなくです、ね、例えば AWS チャットボットなんているまさにですよねとか、BI ツールもそうですし、あとはなんかコンフルエンスのような慣れ,、ま、れまね側とか、プロジェクト系とか、まあ、いろんなツールとこうスラックがこうハブになってつながりながら、その中でこう前後のコンテキストも含めてこうコミュニケーションを取りながらお仕事を進める、まあ、そんな世界がよりこう作りやすくなってきたんじゃないかなと思っております。 ですので、こちらが3点、あの今、私たちが見えている皆様の業界の中でのトレンドとしてお見受けしております。はい、でスラック今、昔っていうのが一つ私、私がお話ししたかった内容なんですけれども、あとはもう一つですね、あの業界として皆さんどうやって使われているかにつきまして、簡単にお伝えすると、あの共通しているのはあの何でしょう、チャットツールというよりかは、 あの何でしょう一つの何かこう会社としてこう成し遂げたいことを実現するために使われている、なので、会社のミッションやビジョンやバリューにこうすごく密接して使われることが非常に多いですで。こちらにありますあの種類はあ,のあくまでこう例なんですけれども、どんな種類があって、もしくは推進している部署がどこで、あとは何を目的にあのスラックを活用されているかをちょっと整理してみたんですけれども、本当にバラバラなんですよね。 でこの後、磯部さんにもあのお話しいただくスラックについては、あの化学反応を起こしたいなんてお話もございますと。これはあの一番足の競争型と勝手にちょっと私たちの方で呼ばせていただいてるんですけども、なかなかこう、あのまたリモートワークになってあの、オフィスのオフィスですれ違ってダベルであったり、ちょっとどこかあの自販機の前でちょっとダベルとか、なんかそんなことがなかなか起こりづらい中で、何かこう、すれ違った時に、何かまた新しい話が生まれるような、まあ、そんな世界が生まれたらいいなっていうような。 あの動機であったり、本当に様々ございますので、ただ共通しているのは、やっぱりその何かその会社として何か成し遂げたいところと密接に絡んでくるのがスラックですので、決してこう単なるチャットツールではないっていうのをちょっとメッセージさせてください。どういった形でこうスラックの中がこう育っていくかを見ていきますと、大きく分けて4つの流れになっているかなと思います。番初めはあの これれれももも、ししかかすすると3年前5年前、前5だったかもしれないですけれどもあのタイトルの中であの外部の方も含めてこうコラボレーションするために使われてなのでタイトル A、タイトル B、タイトル C と作られていってでその中であの会社としてのコミュニケーションもあの1つこうまとめた場所があるといいよねというところから今度は全社用のですね、スラックが。あの 展開されてその中でコミュニケーションを取りつつでもあの会社のルールによってはあのタイトル側も集約したりとかもしくはそれをまた分けたままそのままあのいくつかのワークスペースを共存しながらコミュニケーションをとられていたりすることもあったりもしますで。そこから左下ですね、今度はあのそれ以外にもですねあのタイトルだけではなくて例えば新卒とのコラボレーション用とか社内勉強会用というようにあの いろんな目的であのいろんな人たちとコラボレーションする場がボコ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 ,ボコと増えてきて、でそこをその中であのコミュニケーションを取るのはあの実際にはあの全然 OK なんですけれども、ただあの、見えないところはちょっと見えなくなってきていて、会社としてこうどう全社最適していくか。 なんてことを考えていくと、本日、今度は、えっと、磯部さんがお話しいただく右下ですね、あのエンタープライズグリッドっていうんですけれども、エンタープライズグリッドを介して、あのワークスペースで私たち呼んでいるそのコミュニケーションを取る場所を、まあ、それぞれ分かれてはいるものの、その間にこう横串でチャンネルを介しながら、かつ、磯部さんのような、その今度は、えっと、全体をこう、えっと、管理していくような方々は、まあ、全体が見えつつ、 というような紙統合型の,あの環境を作ることもできるので、あのここがこう徐々にこう各皆様もあの、えっと、徐々にこう辿っていって、あの環境がこう熟していってるんじゃないかなというところを少し共有させてください。でカスタマーサクセスというあの組織は私たちにおりまして、あのお客様はこうサ,クセスさサクセスさせていただく、そのためにガイドをしていくっていうのが。あの カスタマーサクセスの組織のミッションになるんですけれども、その場合、私たちスラックってあの難しい話なんでしょう、ナイスというハブですかねあ,あったら良いというようなものになってくるので、こうあのなかったらなかったでこうコミュニケーションを取る手段はあるというようなものなので、逆に言うと、あのそれをしっかりとこう会社としてこう根付かせる。 文化として根付かせるようなっっててすすごく大事にななままいりますなのであのここにあるようなあの計画だったりあとはスポンサーシップとかビジョンと評価軸とかここの9つの部分をですね大事にしながら私たちもあのガイドをさせていただいているような状況です。ですのであのもちろんどういう目的で使っていくかも大事なんですけれどもそれだけでなくあの仲間を増やしていって。 で仲間と一緒にガイドラインを作っていって、なんで入らなきゃいけないかっていう、チャンネルの使い方をいくつかこう何でしょう、鉄板の使い方を作ったりとかですねあの、長い時だと本当に2ヶ月、3ヶ月とか、もっと長いと,もっと半年かけながら、ですね、まあ、徐々に徐々にこうこ,この,あのメソッドを使いながら、お客様の,この定着のところをあのガイドさせていただいているような次第でした。はい で私はあくまで本日は脇役なので早速バトンタッチをさせていただくんですけれども私からはこの今昔実はスラックもも元は元はゲームでしたとゲームを作っているような会社でしたあとはあのスラックの活用のされ方も、まあ、徐々に徐々にお客様こう成熟してきていますと、まあ、その中でこうスラックを使いながらこう働き方が変わってきたりとかあとは目的はそれぞれですけれどもその何で使っているかというその目的のためにこうポイントを押さえながら実現に向けて 私たちも伴送さ,させていただいてますというのをメッセージとさせていただいてあの私はちょうど今15分経過しましたのでここから磯部さんにバトンタッチしまして少しこう生々しい話をしていただこうかなと思っておりますでは早速でありますけれども磯部さんにバトンタッチさせていただきますよろしくお願いしますはい、はいよろしくお願いします、はい、ではえー、っと画面がこれか ははいでは、えー、と私の方から、えー、とバンダナモックス,スタジオで、えー、とスラック、もともとスラック単体の、まあえー、と今だとプロ契約か、当時スタンダードだったんですけども、も、まあ、シングルの、えー、とワークスペースは契約はしてたんですけども、っ、えー、と今年の4月間に、えー、とエンタープライズグリッドの方に移行しましたので、ちょっとその辺のお話をしたいなというふうに考えております。はい でですね趣旨としては、ですねちょっと私もエタプラズグリッド、えー、を導入するにあたって、まあ、他社さん、どんなことやってるのかなっていろいろ事例とかをこう見てたんですけども、皆さんやっぱり立派なものが多いなっていうのが正直な印象です。で、例えばまあ先ほどあの藤原さんの方からありましたようなその、えー、とメソッドを使ってまあこういう目的でやっ,てみやっていこうみたいな。あの あのきちんとした設計だったりとか、まあ、電車的な取り組みだったりとか結構まあ規模も大きいしなんか準備も複雑ですごい大変な印象がありましたでもやっぱり我々そこのところに行きたいというふうに思っているので思っていたのでまああの それをなんか全部あの踏襲するわけではないんですけども、まあ、そうじゃない方法で、えっと我々は、えっと、やってきたというところがありますので、えっと、その辺をご紹介したいなというふうに考えています。なのでちょ、ちょっと言葉はあれなんですけど、立派ではない導入事例というのを、えっと、皆さんにご紹介して、共有してしてさせていただいて、もう勇気を持って挑んでいただきたいと。 えとスラックエタプライズグリッドを導入したいんだけど、てんてんてんって言っている、えー、と現場の担当者さんだったりとか、あと決済する方、まあどう、どうして君たちこんな、えー、とこ提案をしてくるんだねみたいなことを思っている人たちに、えー、と届けばいいなというふうに考えております。はい、であの資料以降、えーと、バンダイナムコスタジオって書かれているところは BNS 略して書いていますので、はい、その辺ご了承ください。 まあ全体的な位置づけとしてはバンダイナムコグループの一員で、えっと、今とから、まあえっと、ユニット変わったんですが、エンターテインメントユニットという、ここ,このところに、えっと、我々は所属しています。はい、でまず、えっと、私の自己紹介ですけども、えっと、1991年に、えっと、ナムコ、当時のナムコに入社しましたアーケードの、えっと、ゲームプログラマーをやっていましたで。開発環境がどんどん複雑になってきて、ネットワークにいろんな開発機器が、えっと、接続したりとか、 することにになっったのをきっかけにシステム管理者当時、専門の職員というのはなかったんですけどもそこの立ち上げのところとかいうところに関わって以来、まあ、右翼、曲折あの一旦上質に行ったりとかしてますけどもあのまた、えー、とバンダイナムコスタジオが、えーとまあ、分社するわけなんですけどもその時にもう一回戻ってきて、えーとしえー、とゲーム開発の、えー、に必要な IT サービスを提供するというミッションを持って でえー、と今に至るとということですあの海外の、えー、とスタジオ立ち上げもしていて、えー、と当時はまあバンクーバーとシンガポール同時に立ち上げという、えー、とことをやりまして実は今着てる T シャツってあのシあのバンクーバーの T シャツなんですけども、はい、そんなことをやっておりました。はい、で長いこといるといろいろ社内のコミュニケーションツールの推移っていうのもあの分かっているのと実際に携わった部分があったのでちょっとまとめています。 でまあ、古くは1992年、これ、社内のランの話なんですけども、もうそのことからメールは使い始めていました。当然、日本語なんか使えなくて、英語なんですけども、はい、そういうような状況になっています。で、PC で、えー、とゲーム開発ができるような環境になってくると、まあ、IP メッセンジャーだったりとか、メーリングリストはその翌年ですね、BBS とかも結構、これも懐かしいような感じになってきてますけども、はい、このような推移になっています。はい でまあ、プロジェクトの規模、えっと、人数規模も年々おあの大きくなっていますし、例えば社内だけじゃなくて、社外とのつながりというものも、えっと、必要になってくるので、まあ、そういうコミュニティの規模がこうどんどん大きく複雑になってくるにつれて、えっと、使われるツールっていうのも変わってきたというような背景があります。でその中でで、えっと、今は、えっと、スラックですね あのそれ以降のツールって結構廃止になってるものがあるんですけども、まあ、ほぼほぼスラックの方に集約されているような感じかなというふうに思います。まあ、あのこの裏ではです、ね、実はノーツロータスノーツとかドミノを使ってたこともあるんですけども、それはあくまでもその、えー、と会社全体の、えー、とツールになっていたので、ちょっと開発には合わなかった部分があるので、本格的に、まあ、使ってる部署もあったんですけども、えー、と主流ではなかったとっいうような背景があります。 はいでえー、と今、えー、現在、我々メインで使っているのがスラックになるんですけども、まあ、ここのスラックの導入に至るまでも別にあの順風満帆だったわけではなくて、いろいろ紆余曲折ありましたというご紹介です。いろいろ細かく書いてますけども、もともと有志で、えー、とスラックやってみようっていうふうに立ち上げた部分があったんですけども、まあ、それがだんだんこう利用者が増えてきたので、ちゃんと会社公式にしましょうっていうのを何回かこう。 訴えては退けられというものを繰り返して、どんどん順繰りに、じりじりと会社公式になってきたというような感じになっています。で、最後のところですね、これでもうグリッドに行きましょうということで、ここでもやっぱり一旦却下されるわけですね。はい、なんでそれいるのっていうところ、今のままじゃダメなのとかっていうような、まあ、ちょっと後でも、えー、と触れますけども。 まあ一発目はまあ頭出しだったんですけども、そこではもう却下されてしまいまして、宿題を持って、っと今年の1月ですか、ようやく承認されたということで、分からないもところについてのえとチャレンジっていうところを大きく訴えてきた部分がありますので、そういうところをえと承認していただいたというような経緯がございます。もう1個、会社の背景として、ちょっとあのまあ今回のえとエンタープレーズグリッド導入に、 当たってやっぱり企業文化とかまあ、その会社さん独特の背景みたいなものっていうのは多分各社さんいろいろあるかと思うんですねなので正解は一つっていうわけではなくてやっぱそれぞれに合ったあのやり方っていうのはあるのかなというふうに考えていますで我々のスタイルとしてはここに書いてあるようなミドルアップダウンのえっと形式を取ることが非常に多いです はいまあ、書いてあることは非常に当たり前なことなんですけども、現場からあんなことしたい、こんなツール欲しいよっていうような声があると、まあ、現場が勝手に入れるっていうのはまあ昔のスタイルだったんですけども、今はその、えー、と開発システムっていうのが統括した感じで、えー、と管理、運用されてますので、まあ我々のところにこう要望が届くと。 まあ,まあ我々自体もどっちかというとも開発に入っているので、えっと、こちらの声とかいうのがま,あまさに自分たちの要望としても上がる部分があるんですけども、まあ、それをちゃんと組み上げますとでそれを会社にいいですかってお金くださいっていうお伺いを立てるんですけども、まあ、当然、経営陣としてはまあそれって効果とかあとはコスト特にまあコストですよねいうところをえっと強くえっと確認されるので。 そういううういいいいとところににに対ししててても我々がこう常にこう答えを出していくというよなうな流れになっていますで先ほどあのまあ昔はあのえと開発の方で勝手に入れたりみたいなことを言いましたけども実は今でもまあ今はちょっと言い方古いのかもしれないですけどもシャドウ IT と言われるようなあのクラウドサービスを使ったえーとサービスっていうのはもう各自であの気軽に導入できるような状態になっていますので。 逆に導入しなかったらしなかったでいろいろセキュリティリスクが生じる可能性があるのかなというふうにこれは常に考えています。なので、えっと、要望が上がってきたら、まあ、それはあのちゃんとそれなりに理由があるわけなのでそこをひもといて、えっと、システムの導入、まあ、そのものかもしれないですしその代替えかもしれないですし、まあ、そういうものを入れていくというような、えっと、スタンスで、えっと、運営をしています。はい で結構、やっぱコミュニケーションツールって費用対効果、先ほどその経営者がコストチェックするっていうような話しましたけども、特にコミュニケーションツールの費用対効果って証明しにくいよねというのがあるかと思います。まあ、そもそもメールとか電話、まあ、今、ファックスを積極的に入れるっていうのはどうかなと思うんですけども、まあ、これだって今持っているものを見直すべきなものもあるかと思いますので、まあ、そういうものは実際どうなのっていうふうな疑問が出るのかなと思います。 あのやってないからいいっていうわけではないんですけどもいわゆるその例えば機関システムみたいなあの、まあ、b p r その業務をこう切り替えてコスト削減みたいなものが生まれるんだとするとまあこんだけの投資があるものに対してこんだけのコストダウンがあるみたいな説明がつくかと思うんですけどもコミュニケーションツールはそういうもの,あの類のものではなくて例えばその従業員のエンゲージメントだったりとか えとまあ、それが、えっと、うまくこう寄与してあのゲーム開発のところにフィ,あのフィードバックされるというような流れのものになってくるというふうに考えてますのでそこはもうそうご理解いただくというような、えっと、感じで、えっと、やっています。まあ、先ほど言ったみたいな根本的な要件というのがその求めるものの中に入っているので、まあ、ユーザーというかまあ開発者の声そのものを聞くというよりも その根本的な要因何かなっていうのをひもくのも我々の役割かなというふうに考えています。でそれをちゃんと経営の言葉にこう転換して伝えて OK もらうみたいなそういうようなことをやっています。はい。当然出てくるんですけどもスラックじゃなくてもいいじゃんっていうような声が出てくるかと思うんですけどもこれエンジニアだと分かると思うんですけども。 あのエディターやキーボードのあれがいい、これがいいみたいな優劣論というのは絶対決着しないですね、結論は出ないですね。それはもう適材適所で、そ,その時にあったツールの方を選択すればいいだけの話なので、どちらかを排除するというような性質のものではないというのが、我々の基本的なえと考えになっています、は。い でまあ、さらに言うと、まあ、コミュニケーションスキルって、その人に伝えるためのスキルかもしれないですけども、まあ、それに必要なツールっていうのも、今、いろいろ選べる時代になっているので、例えば一体ただったり、多対いただったりとか、その中でこう応答があるのかないのかみたいなところでも、当然、使い分けは出てくるところがあるかなというふうに考えています。 その辺スラックは今言ったようなこともまあ大体どれもできるのかなというふうに考えているのでまあそういうところもまあアピールのポイントの一つかなというふうには考えております。はい、でまあ参考までにそのツールの使い分けの話が出ましたけどもまあ我々としてはその情報を伝播させる場と情報を蓄積させる場という2つの カテゴリーにくぐって考えていて、スラックはも伝播させる場ですよとで、蓄積させる場としては、昔から我々のコンフレンスを使っていますので、そこはもう引き続きコンフレンスでやっていきますというような、大きなこう切り分けみたいなことを、はい、ここで訴えています。はい、で、ここもあのスラック、今回はスラックを押すんですけども、当然、メールとか、Teams も使ってますので、そういうものも排除はせず、同列というふうに考えております。 はいまあ、この辺もまも会社さんによってはいろんな会社考え方があるのかなというふうには理解はしていますけども、まあ、こういう方向性を示すというのもまあ一つの手かなというふうに考えております。はいまあ、ここまでがえっと我々そのバンダイナムコスタジオのまあ企業文化というかそのベースになる部分のご紹介になります。 でえー、と先ほどあの冒頭に言いましたように、えー、とプロプラン、あの一つのワークスペースの中で、いろんなプロジェクトがこう閉じたチャンネルを多数作っているような状況があったんですけども、やっぱこれちょっと運用もそろそろ限界だよねと、プロジェクトの中でも、えー、とオープン化にしたいというような、はいえー、と話が、話とか要望が出てきましたし、まあ我々としてもそれを叶えたいなというふうに考えるようになりました。 これ我々はその情報のタコツボかというふうにちょっと名前を付けたんですけども、はいまあ、これを解消したいなとで同時にですね心理、まあ、的安全性っていうワードがあのエンタープライズグリッドを導入していくときにあのよく出てくる言葉かなというふうに思いますけども、まあ、これも叶えたいなというふうに考えていましたやっぱど,のどういうセキュリティ単位、まあ、誰が参加している中で、まあ、オープンに話すとき、ねえー、に対してはまあそういったあの うんとまあ、セキュリティの単位みたいなものっていうのがまあ明確になっていたりとか、あのユーザーによってコントロールできるような状況が生み出されるのが望ましいというふうに考えていますので、はいえっと、そのような環境を作りたいというのが、えっと、訴えのエンタープライズグリッドへの導入の動、えっとえっと、機にもなっています。 で導入後は、はいえー、と職種ごとの、えー、とコミュニケーションだったりとか、まあ、この前にあのプロジェクトの、えー、と教授はあるんですけども、プロジェクト内外の役割担当のコミュニケーションとか、あとは共通の関心ごとは、まあ、雑談に近いかもしれないですけども、そういったものをいくつかこう細分化してワークスペースを、えー、と分けていくということを、えー、と考えています。はい でえー、とこの、えー、とプロジェクトを横断した形で、えー、とコミュニティを作れるという特色もありますので、まあ、そういうものを使ってさこォーカ化を、えー、と解消したいなというふうに考えています。でこれもはあの藤原さんからありましたような化、えー、学反応ですねそのコミュニティによって、えー、と例えばそのプロジェクトの、まあ、プログラマー同士がそがプロジェクトの中だけで閉じた会話ではなくてちゃんと横を通した 会話もできるようなえっ、ー、と場を生み出すことによっていろんなことがうあの生み出されられるのだろうかということをえっ、ー、と考えております。はい、そういう狙いをえっ、ー、とグリッドに込めております。はい。で、ここからすみませんちょっとモジモジしちゃうんですけども、これがあの導入した時のえっ、ー、といろんな起きたことをつらつらと書いています。 はい、で導入自体はですねあのアビムコンサルティング様にご支援いただいて、まあ、導入支援という形で2か月間ご支援いただきましたで、まあ、ぶっちゃけ結構大変だったんですねで、まあ、その理由なんですけどもまあ我々そのスラックの専任者というのは今回置いていないのでみんな従来の業務をしつつ対応し,して、えっと、進めていますなので単純にもう業務が増しちゃっている状態なんですね。でしかもあの時期が 悪かったですあの3月4月っていうきまたぎの、えー、ところで、えー、と導入をしている,いるので非常に作業量が多いような状態になっていました、まあ、ですが、まあ、4月に、えーとまあ、いろいろ組織変更とか人事異動とかありますので、まあ、そのタイミングで、えー、とユーザーの、まあ、ほぼも全ユーザー作ってはいるんですけども、まあ、ユーザー以降で例えばプロファイルが新しくなりますよみたいな そのなんだろう、切り替えみたいなタイミングにはちょうど良かったのかなというふうに考えていますので、まあ、ここは結果オーライかなというふうに考えています。はい、で、まあ、こういう忙しい時期だったので、結構スケジュール押し,押しになっているので、もう本当にもう、なんかこう決めなきゃいけないタイミング、ぎりぎりになって、もうその時きもえい,いやっても決断しなきゃいけないということが結構多かったんですね。でもうそういう状況なら、なんだろうな、ある意味こう開き直りじゃないですけども、 今、単体のワークスペースは運営しているわけなので、これをいかに維持するかっていう、積極的現状維持っていう方針を立てましたで。そうなってくると、新しいことはもう先送りでいいよねっていうような判断ができるので、このギリギリになって判断っていうのは、だんだん前倒しになってきて、スムーズに判断できるような状態になりました。はい、でこの結果ですね既存ユーザーザ はえーとまあ、グリッドに移行したとの変更のインパクトというのは本当に極力減らした形でいけるのかな、行けたかなというふうに考えています。はいまあ、基本は、えー、保持しているデータとかあの ID とかっていうのは変わらないんですけども、まあ我々そのえっ、ー、と認証方法を変えるっていうようなことを、えー、と今回えと試みているので。あの 今までのプロプランだとあのサム l 認証なかったんですけども当然あのグリッドなのであのサムル認証を入れましたので、まあ、そこの部分が、えっと、一つ懸念で,ではあったんですけども、まあ、そこは乗り越えられたのかなというふうに考えています。はい、あとはまあセキュリティ設定いくつか見直してあのあ安全な方向に振ってるんですね。と、はい、いう部分がありましたので、まあ、今までできたことができなくなるということは結構まあユーザーにとってストレスだった部分があると思うので。 まあそういうところの不満をこう解消すべく、まあ、その代わりこういうことができますよっていうことをえっと強くアピールしながら、この導入のプロジェクトっていうのは進めていきました。はい、でまあ結果ですけども、はい、大きな混乱なく、既存のワークスペースをグリッドに移行するというものはえっと成功しました、はい。ユーザーとしても1000人以上の全社規模のえっとワークスペースだったので、非常におっかなかったんですけども、はい、無事にえっと移行することができました。 はいでまあ、これ、資料を書いてるときに思ったんですけども、もともとそのグリッドの機能とかあの、たくさんドキュメントが公開されているので、まあ、情報としてはたくさんある状態だったので、まあ、別にコンサルティングなくてもいけるんじゃないの、その辺わ分かるよねみたいなことも、あの一部考えていたところはあるんですけども。 やっぱそれでもです、ね、やっぱ実際に導入した時のあの他社さんの事例とかもありますので、そういうベストプラクティクスの知見だったりとか、あとはそもそもこういう段取りで導入していきますよという道筋、これはまああの各社によって状況は変わるかと思うんですけども、まれ、あ、わの状況をこうお伝えした上でこでアレンジしていただき、まあ、こういう道筋でいけますよというようなことをまああの提示していただき、まあ、最終的に決めるのは 我々なんですけども、まあ、そういう、えー、と判断材料とかいうところをガイドしていただいたということで、まあ、まさに支援なんですけども、まあ、それは非常にあり,がたかったありがたかったかなというふうに感謝しております。はい、今でもあのその導入結構やっぱ3月4月って大変だったんですけどもその時の要素を振り返ってみるたびにあやっぱりあってよかったなというふうに思いますので、はい、あの皆様の導入するときはぜひあのご参考にしていただければいいかなというふうに思います。 はい。で、えっ、ー、と今入れたえっ、ー、と今4月だろう5678かえっ、ー、とま4ヶ月ぐらい経つんですけども、はいえっ、ー、と現状どうなってるかっていうところのをお伝えしたいかと思います。はい。で、えっ、ー、と未だにはい運用の整理をやっています。はい。で、導入当時は、まあ、まあこんな感じでいけんじゃないみたいな感じで決めたところもあるんですけども、実際にやってみて分かることってやっぱ結構多いです。 でこれあの、例えばパイロット版とか、まあ、サンドボックス作って検証して,るしてればいろいろ気づく部分があるのかもしれないですけどもやっぱりそれでもいろんなユー,ザー、えー、とユーザータイプとかあのユーザーの環境とかによって、えー、と変わってくる部分とか検証しなきゃいけない部分とかあるのであの、まあ、想定外っていうのも変ですけどもやっぱりいろんな、えー、と不具合だったりとか。あの これ復旧するの大変だよねみたいなことが出始めていました。はいまあ、今落ち着き始めているんですけども、はいろいろやっぱりやってみて気づくことはあったかなというふうに考えています。はい、で、えーとまあ、やりながらやっている部分があるので、ちょっとユーザーさんにはご迷惑をかける部分があるんですけども、 もう,もうあのサービス前の特別対応ですよみたいな形で前倒ししてこう協力していただきながらえっと進めるみたいなことも実はやりました。あんまこういうところでぶっちゃける話じゃないかもしれないですけども、はい、そういう感じであのえっとユーザーさんにもこうご協力いただきながらえっと進めていたっていうようなこともあります。はい、なんでこの辺がこのかっちり決めて えと進めるという感じのものだけではなくて、実際にやりながらこう変えていくっていう柔軟さみたいなものも、まあ、この導入に関しては、余地としては残した方がいいのかなというふうに思っています。はい、なので、その辺あの経営者の方々もご理解いただきながら、まあ、こうやって鳴らしていくものだっていうようなあのご理解があるといいのかなというふうに思います。はい でえー、と導入の準備中にこうい,いくつかこう先送りしていた課題がありますので、まあ、それぞれの対応をしていますと、まあ、ワークスペース、えー、と分けることはできるんですけども、まあ、当然チャンネル既存のチャンネルがあるのでその整理だったりとかいうところで、まあ、いろんな利害関係者が あのいろんな人がいろんなことを言う会社でもあるので、まあ、そういうところの交渉っていうのは非常に時間かかるなっていうのはあの初めから分かっていましたので、まあ、そのような、えー、と先送りして、とりあえずも入れると、導入しちゃうと、動かし始めちゃうというところに注力しています。はい、で、走り始めてから、まあ、こういったものを、えー、と調整しながら対応していくというようなことをやっています。あとと細かいいでですけどども先ほどのサムル入れるというこ IDP を導入してますので、まあそのでそ辺はあのアクティブディレクトリーグループと,えーと連携している部分があるので、まあ、そういったところの技術検証とかいうところがまだ済んでない部分がありますので、まあ、それをやっているようなところです、これもまも,もなくできそうな感じなんですけどもこれで、要はあれです、ね、運用をどんどん楽にしていこうという仕組みですよね、はい、この辺はどんどんえと日々改善していければいいのかなと。 当初設計になかったことでもいいネタをどんどん入れていって進化させていくっていうのが、まあ、あの我々システム管理者も楽になりますしあの実際に使っているユーザーにとってもそれはメリットがあることだなというふうに考えていますのでそこはどんどん取り入れていこうかなというふうに考えています。はい、でもう一つ、えー、とお伝えしたいいなと思っているのはアンバサダーですね まあエンタープレートグリッドだけじゃないかもしれないですけども、アンバサダーという役割を置いて、本来の役割であるそのえと活用を支援するようなえーとまあユーザー補助だったりとか、こんな取り組みどうですかみたいなことをやっていくっていうのが、本来の役割で、組織など、コミュニティごとにこう任命選出していくようなえとメソッドがあります。 まあこれもあの会社さんごとによってアレンジするのかなというふうに考えますけども、我々もあの先ほどから言っているようなあの運用ルールはまず策定中だということで、いろいろ考えなきゃいけない、変えなきゃいけない部分があるような認識でいることと、あとこれですね、ユーザーからの要望や不満に対応することを優先したいという思いがあります。やっぱりこれ、スラックって日々あの使うもの、もう日々ところかか、毎日立ち上げて使うものですし、 そのツールがですね使いにくいとか、使ってて楽しくないみたいな感じだと、仕事としても楽しくないわけですよね。なので、そういう状況だけは作り,作りたくないというふうに考えていたので、できるだけそのユーザーからの不満だったりとか要望っていうのを広く拾い集めて、運用側に反映したいなという考えがあります。はい なので実はそのアンバサダーと言いつつもどちらかというと、ここに書いたような共同運用者、そのコミュニティの中の,その声なき声を拾って、実はこういうこと困ってんだよね、こんな風にしたいんだよねみたいなことを言っていただけるような方々に今、参加していただいています。でこれも うんと例えばその組織ごとに出しましょうってなると任命制みたいな形でなんか上司からなんかこの部署を2人出せって言われてるから君と君みたいなあの任命の仕方っていうのもあるまあそういう会社もあってもいいのかもしれないですけどもちょっと我々には合わなかったのかなというふうに考えていますあくまでも本人の自主性を尊重してまこういった取り組みにえっと賛同していただける人をえっと任意で参画して い,ただいているような状況にななっています、はい、なので、まあ、来るもの拒まず、去るものわずっていう感じですかね。はいえーとまあ、気持ちよく楽しく仕事をしていく環境を、まあ、アンバサダーの方々にも感じていただきたいというふうにも考えていましたので、まあ、そのような方針でご協力いただいてというのが現状です。はい、ではです、ね、最後になってしまうんですけども、 あの先ほど来からやっぱり取締役に承認もらうの大変だよねというような話をさせていただきましたけれども、最終的に承認もらったときに、ああ皆さんのご理解をいただけたわけではないんですけれども、この言葉を言ったときに、ちょっと風向きが変わった言葉があるので、ちょっとこれを最後にお伝えして終わりにしたいかなと思っています、はい、向こう側の世界を知ってしまったら、もう戻れないんですよと。 エンタープライズグリッドでできること、もうやりたいことだらけだったんですよね、もう現状から変わりたいというような思いが非常に強くありました。でそれをもう、の々とまあ訴えて、まあ、いろんな言葉でこで置き換えながら、状況説明だったりとか、えー、いうことをしていったんですけども、まあ、それでも、まあ、あのいまいちうーんっていう形だったんですけども、もう我々向こうの世界見ちゃったんですよ、ともうこっちに行きたいんですっていう、えー、っと訴えをしています。 でこれ実はあの、えー、と私の,きあのすごいこうインパクトのある記憶があって、まあまあまあ、私、佐々木はその1991年入社なんですけども、まあ、インターネットが自分の中に入ってきたのもその頃なんですね。で、インターネットを知っている人っていうのがやっぱり現場の,そのプログラマーの中でも何人かいて、もう、もうあの、うちの社内あの、開発のネットワーク、LAN をです、ね、大学とつなぐんですよ。 それをつないでいくとこう世界とどんどんつながっていってそのアメリカの大学の中に入っていきたいとかするんですよっていうのをこう熱く語るわけですよね。でそうなってくるとなんかそれがやっぱりイメージできない人がこう大半になっていて、うん、これよくわからないなっていうような状況がになったのをすごくこう覚えています。やっっっぱ向ここううう側ののの世界を知った人人とそうじゃないい温度差ってて非常に大きくて、まあ、これ まあこのスラックエンタープライズグリッドも同じような状況なのかなというふうに思いました。はい。なんでこのへ、えー、とこのワードを出したところ、ちょっと傾きが変わったかなというふうに思ったので、ご紹介させていただきました。はい。まあ、そんなこんなで、まだ絶賛展開中です。あのこんな活用してますよみたいな。 なんかいけてるプレゼンみたいなものを、本当はしたいところもあるんですけども、まだそこまで受け付けてないのかなっていうふうに考えていますので、ぜひまあそういう状況になったら、そういう機会も設けたいなというふうに思っております。はい、で、導入に困っている人とか、今朝に悩んでいる人がいましたら、その方々に何か,かヒントになればいいかなっていうふうに思い、このプレゼンをした次第ですなんか届けばいいいかなという,ふうに思ってますのではい はい、ということで、私のプレゼンは終わりになります。ご清聴ありがとうございます。はい、では、えー、ど,どうもありがとうございます。しいしますはい、ありがとうございます。はい、今、2時14分なので、あと16分ございますですので、はい、えっと一旦私から一つだけご質問させていただきつつ、 ただ、えっと、こちらの今のライブチャットの方からも、あの特に磯部さんに何かご質問をあの頂戴できればと思うんですけど、もしご質問ある方いらっしゃいましたら、あの私あの、ピックアップしていきますので、ライブチャットの方で何かご質問いただけますと幸いです。うん すですね、<laughs> 賛同していただける声もいただいてます、ね、す、はい量、はい、の,の可視化っていうのも、はい、あのアドミンの方で、あで、例えばメッセージ数とか、DM の数とかっていうのは見えているので、まあ、そういう KPI は取っていたりとかします、ただあの、プレゼンの資料の中にありましたように、その KPI を改善するっていうのを直接の目的に我々はしていないんですね。 というのは、まああの、この資料の中にありましたけれども、そのプロジェクトがやっぱり取得の案件とかもありますので、そのプライベートチャンネルでやり取りしている部分があるので、当然、プライベートの数っていうのは多くなってしまう傾向にあるのは、確かにその通りです。それをワークスペースを分けるっていうことによって、改善していければ、その辺の KPI には反映されるだろうというふうには考えています。 はいまあ、繰り返しですけれども、その KPI を変えるためにいろんなことをやるっていうわけではなくて、まあ、そういう傾向が見えるんであれば、いろんなうちではあるんじゃないかなっていう、まあ、判断基準とか、自分たちのいるポジションの確認とかっていうところで、えー、と使っていければなというふうに考えています、はい、ありがとうございます。そうでででですすね、まあ、せっかかくくのの、はい、スライドの中でももいくつかありましたけれどもあの こちらの世界見えてしまったらもう離れられないという話もありましたけども実際にそれをこうご説明する際に、えー、とこう ROI って言ったら変ですけども、うん、でもこう経営の目線ですとこう投資に対してどう効果が出るんだっていう話とかも受けると思うんですど、はいはい、のどのようにご説明されてたんでしょうか昔の,やり方っていうのかな昔だと例えばその えとコミュニケーションコストが何時間でとか時間換算していくらでみたいなこともあるのかなとは思うんですけどもあのそ,それ自体は計算していただいても全然いいかなと思うんですけどもなんかそれイコールコスト削減みたいにとらわれるのは非常に怖くて今回はそれやらなかったんですねあの実際にその例えば検索とかコミュニケーションのコストは下がるかもしれないですけども当然浮いたコストでゲーム作るわけなので。 人件費とか稼働についてはあ,のあんま変わらないんですねあの。劇的にプロジェクトが早く終わるとかいうような効果があるんだとすると、うん、まあそれはそれで別ですけども、まあ、そこまでは訴えていないので、どちらかというと、まあ、ROI というよりは、今言ったみたいな、そのプロジェクトのコミュニティがこんな風に変わります、より円滑,円滑になりますと、あとは電車的な取り組みとして、まあ、こういう効果がありますっていうようなところで。 まあワード視察の感学反応みたいなワードの置き換えて、えー、と説明したというような感じですね。はい。ありがとうございます。その際にどうでしょう。先ほども少しなか。 発令いいじゃんとか、いいいじゃんなんていう言葉ばもたあったと思うんですけれども、ね、反対意見に対しては、はい、どのようにう理解を求めましたか、はい、そうですね、なんで、まあ、基本的にまあ選択してくださいっていうかな、まあ、選択できる状況が私はいいと思っているので、まあ、そのような訴えをしました。<laughs> で、まあ、バンダイナム、グループとしては、オフィス三六のを導入していますので、当然、チームスは使える状態になっています。 チームスを使っているプロジェクトもあります。で、まあ、実はあのストレージ、あのオフィスの共同編集とか、あの辺ってやっぱチームスとかあのシェアポ o オンラインとかだと,、えっとスムーズにできるので、実はまあスラック上であの資料を共有することはあるんですけども、まあ、その後、編集とかアップデートが必要なものっていうのは、結構チームスを使っていたりとかします。はい でまあ、その辺はもう本当にプロジェクトの都合だったりとか、あとは、えー、と取引先さんの都合かなっていうところで、チ、えームス、まあ、じゃなきゃとか、チームス使いたいみたいな要望があるんだったら、それ使うのは全然やぶさかではございませんので、まあ、それは全然あの否定しませんよっていうような伝え方をしています<あ>、はい、ユーザー側にもこう選択したとは柔軟、柔軟にやっているう状態です。 すいませんあのちょうどこの ROI のようなお話とかをさせていただいている間にちょうどあのただこうたったことご質問頂戴しましたので、はい、こちらそうですね高橋さんからお話を頂戴しているのが何かこう複次的な効果がもし、はい、スラック導入もしかするとこれグリッド導入によって何かあったかっていうのを教えていただきたい,といのと、はい、あと、うん、運用上何か気をつけているところを教えていただいてもよろしいですか、はい、そうですねであのうんと、うんうん 過去,過去に使ったやつで、あの社内 SNS ってあったんですけども、結構 SNS 大変だったんですね <laughs> あの、例えばユーザー同士で言い合っちゃったりとか、<laughs> な,な,なかなかあのシステム管理者仲裁するのにも苦思いですよみたいなことがあったので、結構 SNS 系に対しては消極的なところがあったので、実はスラック入れるときにもまあそういう懸念があったのは事実です。はい ただ、まあ、えっ、ー、と、みんなそれなりに、まあ、当時よりはリテラシー上がっている部分もあるのかな。でも、あのリテラシーだけに頼る部分は頼ってはいけないというふうに思っているので、えっ、ー、と、関与はするんですけども、今のところ、まあ、そういう事故は起きていないような状況になっています。で、あとは、まあ、ユーザー自身がこう、いろいろコミュニティを作れるので、例えば、あの、まあ、あの、ま、前に、あの、あのセデックでも。 あのあの育児休暇の話とかあの出てるかと思うんですけどもやっぱりママパパの、えっと、チャンネルがあったりとか、うん、その共通の趣味だけではなくて生活に関わるような部分についても、うん、まあコミュニティが形成されてそこで活発に意見交換されているとかいうところもえっと確認できていますので。はい えー、そういうものはもう本当にも自由にやってもらっているような感じですね。はい、やりたいことがやれる状況っていうのは安全にやれる状況っていうのがえっと望ましいかなというふうに思っているので、まあそういうスタンスで運用しています。はい。ありがとうございます。今お話を頂戴したのがまさにその話を、まあ実際に導入されたらこう生まれてきたものというか、こうポジティブにまた副次的な効果として生まれてきたものですよね。そうですね。はい。他何かうう運用として少しこう気をつけてるところってありますか？ 運用として気をつけてる部分は、うんとかそんなないのかな、うんまあ。細かいですけども、例えばあの、まあ我々のポリシーとしては、例えばゲスト招集は、えー、とワークスペースの管理者 でではできないようにしててちゃんとオルグの管理者、あのグリッドの管理者じゃないとできないようにしてたりとかしています。まあ、あの要望があったら全然断る必要はないんですけども、ちゃんとどういうメンバーがいるのかっていうのは、管理、まあ、別途管理してる部分がありますので、まあ、そういうところはちょっと違う部分かなと思いますね、はい。それ以外はあんまり、なんだろうな、気にしてることが浮かばないってことは、あんまり気にしてないってことなのかなと思いますので。はい あんまりこうガイドラインでガチガチに固めずに、自由にコミュニケーションを取れるルールでそうですね、はい、基本的になんかやっぱりきつめの線を引くと、やっぱりこっちの場合どうなのっていうような、あの曖昧なグレーゾーンがこう増えてくることになるのかなっていうふうに思っているので、割とそういうなんかきつめのガイドラインみたいなことはなくて、どっちかというとマナーとかルールみたいな感じの性質のものになってますね。はいいしししありがとうござまます、はい もう一つご質問が、今度は奥田さんですね。ありがとうございます。あのカスタマーサクセスだけなコンサル会社さんに協力を仰いだ認証基盤周りとか、スラップ外の構築もあったからでしょうか。あいや、えー、っとですね、そんなこともないのかな。例えば認証基盤のところは、 ほぼ独自でできちゃっているのかな、あのスラック入れる前からあの、まあ、別であの入れてた部分があるので、それをスラックに適用した部分があるんですけども、そこのところは特にコンサルとかは使わなかったですね、うんはい、なので、まあ、結構め珍しいのかなあの、機関システム入れるときはさすがに使ったんですけども、あの割とあのめ珍しいケースかなというふうには思います、はい。割と自分たちでやっちゃう感じかなと思いますね。ええ ありがとうございます。はい、今もう一つか藤本さんですかね。藤本 <laughs> さん、これ、知ってて聞いてるいな。<笑><笑>はい、はい、あ、はい、あの、本人知ってますので、はい。<laughs> はい、なん、そうですね、はい。はうん、あの、はい、まさに、まあ、両方使えばってことなんですよね。選択すればいいじゃんっていうのが、まあ、われの答えでしたね。まあ、その両方使えばいいじゃん。 っていうよりは、まあこういう場合でこういう使い方が向いてますよねっていうようなトーンでお話ししたかなと思います。で、まあ、ちょっとこれあんま言うとあれですけども、あの、まああののまチーブス。Teams じゃなくスラックあんま好きじゃないみたいな、スラック嫌いだみたいな、そ,そういうことをおっしゃる方もいるんですけども、まあ、そういう人は別にチームズ使っていればいいわけなので、いいのかなと思います。当然、でもその,、まあ、その人を取り巻くコミュニティとかがありますので、まあ、参加せざるを得ないような状況を作ってしまうというのも、まあ、外盛り堀埋めるじゃないですけども、というやり方はあるのかなと思います。まあ、そそれれでちょっとその人がハッピーにななるかかかどどうかは微妙ももしれないですけども、うんうん はい、それはあるかなと思います。はい、承知しました。はい、丁寧、ね、ありがとうございます。あとはもう一問ですね。ええー、と清水さんありがとうございます。テレワーク普及して物理的なコミュニケーションのがちょっと少なくなった中で、うん、文字ベースだとちょっとなかなかこう濃さが出てこないですけども、何かこう気をつけてることってあります。か、はい、そうですね。あの1個あるのは結構やっぱり絵文字多用してるなっていう。 感じでわれわれ使ったね絵文字、何て表現すればいいんでしょうねあの、文字を絵文字にしているもの、了解しましたとか、承認とか、OK とか、そういうものが結構あるんですけども、ね、あれで気軽に答えられるっていうのは結構楽ですね。で、あであもう話しちゃいますけども、チーム s だとあのハートマークとか、こうサマップみたいなやつですけども、ね、なんかおじさんがおじさんにハートマークすること非常に抵抗があってですね。<laughs> これで,でも、はい、了解しましたって、打たなきゃいけないんだなみたいなことがあって、結構そのギャップがですね、スラックについては、はい、楽ちんだなっていうのはありますね。で、結構やっぱ言葉だけじゃなくて、そういうリアクションをするだけでも、ちょっと心理的にあの違うっていうのもあるかなっていうふうにあの思いますし、自分でもそう感じるので、しかもまあまあ私自身もアンバサダーやってるので、なるべくその公共の場では。 あのあのリアクションしたりとかコメント書いたりみたいなことはやっていますね。はい。はい、ありがとうございます。うん、特にそのちえっと,、えー、と文字で作られた絵文字でよく頻度高く使われているものとかってあったりしますか、はい。なんだこれ人によるって。 と思うんですけども私やっぱなんか承認とか <laughs>、ちょっと今、承認する立場で OK とかいうのを返す立場なので、<っ>そういうのはあるんですけども、<っ>あとあの、まあ、一番使ってるのはあれかな、とパックマンのこうサムアップしたあのアイコンがあるんですけどメ絵文字があるんですけども、それはまあよく使ってますね。気に入っってて使ますありがとうございます。<laughs> もう一つですね、あのこちょうど今、えっと、26分なので、これがさい最後だったのです、ねはいえっと、松山さん、ありがとうございます。そうですね、これはご意見でもあると思うんですけど、も、せっかくですので、こうそうですね。絵文字を追加できるのにすごくコミュニケーションはい。て、苦手な方もこう絵文字でこう積極的に参加できたり、おっしゃる通りです、うん、よね。 そ,はい、それはあると思います、やっぱり敷居を下げてで、周りの人ももう寛容になりましょうよと、多少なんか失敗したことを言ったって、うん、そ,そんなね、やっぱことばで、適質で詰めちゃうと結構きついものがあるので、まあ、世の中的にもそういうのはまあ皆さん分かってると思う,思うので、少なくとも社内ではそういう空気を作り出さないみたいなことはやれるのかなというふうには思いますね。はい、ありがとうございます この後も、えっ、ー、と、そうですね、アスク・ザ・スピーカーのところでも、あの、直接、磯、はい、部さんにもご質問、あの、頂戴できる、いいただけるかなとは思うんですけれども、はい、あとはそうですね、ちょうどあと3分かってますの、ね、で、はい、私からも少し、あの、お話をさせていただきますと、はい、あの、ツールの使い分け、あの、先ほど確かに、あの、ユーザーに委ねて、こう、柔軟に、こう、ユーザーが選択できる状態というね、お話ありましたけれども、他はその、なんでしょう、まあ、チームズだったり、シェアプロだったり、 あとは、本社ですと、ボックスとか、サウスのツールをお使いですけれども、はい、こうどのようになん、どれをどの目的ですか <laughs> こう、なんかこう整理されて、そうですね、はいまあ、例えば、まあ、オフィス36はバンダイナムコグループ全体で、えーとえー、と入れているのであの、必ず誰かに連絡するにはあの、えーと、グループ内の他の会社に連絡するときは、Teams はよく使いますね。 でボックスはもうあの他の外の協力会社さんと大きなデータをやり取りするときとかいうところに使っているので、あの全員が全員ボックスは使ってはいないので、一部の人なんですけども、そういう目的に合わせて、いくつか、えっと、そういうツールを導入しているというような状況ですね。はい ちなみにあの、えっと、マウス、キーボード、モニターも、えっと、自由にあの買っていいというふうにしているので、いわゆるそのヒューマンインターフェースに関わる部分については、デバイスについては、あの本当に好きなものどうぞと、まあ、それでもうその人が満足して作業効率が上がるんだったら、全然安いものなんで、まあ、それとツールの選択というのも同じような発想かなというふうに思いますね。 あと、あと、最後一問だけしましょう。はい。そうですね。はい、ありがとうございます。すみません。はい。<laughs> あの、権限周りとか、どうされてますか。はい、あの、えっ、ー、と、前者のワークスペース以外にも、あの、タイトルのワークスペースとか。はい、あの、いくつかもつあると思うんですけれども、はい、権限はある程度、こう。 現場に委ねてらっしゃるんですかあそうですね、基本、異常していますし、われわれも中に入っていて、お手伝いするっていうような形ですけども、基本、やりたいようにやっていいよっていうような感じでいますね。はい、その方がが分あのスムーズにいくというふうに考えているので、あんまり管理、管理みたいなことは、まあ、やりたくないので、やらないですね。あする、はい、と、それ以外の,そのテ,テストぐらいですかね、テストの分野あたりは、うん。そそうですね<分>、はい、そこだけははちょっと、はい あのいろいろ皆さんも心配するかと思うので中央でコントロールしているという運用です。はい。ありがとうございます。ジャスト30分になるところになりますので、でねはい、はい。あのあっという間ではありましたけど皆さんこう楽しく聞いていただけましたら大変嬉しく思います。でこの後アスクザスピーカーも私たちアクセスしてまいりますので何か直接ご質問等ございましたらぜひ遊びに来ていただければなと思います。それでは皆さんご視聴どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。 はい、どうもありがとうございます、はいはい。ありがとうございます。